ふーん、是非もなしか。ん？マスターではないか。いや、何、バレンタインとやらの催しの話を聞いてな。我も一つそなたにチョコレートとやらを用意してやろうと思うたのよ。なあに、こう見えても昔は菓子を手ずからこしらえて客をもてなしたこともあるゆえな。この程度はお手のものよと思うていたのだが、ちっと手元が狂うてのう。チョコを溶かすつもりが、あたりも焼きすぎてしまってな。ついうっかりカルデアに異界を開いてしもうたわ。そなたの慌てふためく顔は実に愉快よな。そうじゃ、そなた思考をよるがよい。ほれ、もそっとじゃ。うん、それでよい。口を開けろ。我が手ずから与えようではないか。ふん、そなたの口元、なかなかどうして。気が変わった。そなたを我が喰らうとしよう。うろたえるでないわ。我のマスターたれば、いついかなる時も泰然と構えておればよい。うん、そうだ、じっとしておれ。我が手に落ちよ、人の子よ。マスター、今わしがここにおらんかったか。バカ者、あやつは魔王のわしじゃ。そなた危うくやつに取り込まれるところじゃったんじゃぞ。まったく、いっそそなたを丸ごといただいてしまおうとは、我ながらとんでもないやつじゃの、ダイナマイツ魔王のわし。いわゆるノーマルわしが意識を取り戻さなんだら、今頃無謀の彼方へ連れ去られとったかもしれんぞ、そなた。バカなことを申すでないわ。わしがそなたごときを心配するわけないんじゃからね。てめえ、うっかりキュートなわしボイスを発してしまったではないか。わしったら、わしが聞いてもドキドキしちゃう声しとるの。まあそれはともかく、これに懲りたらあの魔王のわしには気をつけることじゃ。おっ、ハッハッハッ、そうかそうか、どれもわしか。確かにそうであるな、どれもわしであったわ。やれやれ、これだからそなたを見ておるのは飽きぬわけよ。お、そうじゃ、チョコレートは魔王のあやつが台無しにしてしもうたが、代わりにこれをそなたにやろう。わしがこれを与えるのは気に入ったものだけじゃからな、光栄に思うがよいぞ。うん、それではまたの、我がマスターよ。ふん、我ながら随分と回りくどいではないか。干し柿一つ渡すも大事よな。抜かせ、貴様に言われるまでもないわ。
そうさな。確かに我が言うまでもないことか。やはり取って食らうとするか。いずれな。